もしも ECA のビルダーだったら、ビルドはなるべくストーリー前にやっておきたいみたいなことでやっております。 ECA のビルダーというのは、カラポ島にいる白爺のことなんですけどもね、どう見たって大木槌のモンスターですけどもね、そんな白爺の肝の立場になってですね、自分がこの世界を作ったと思いながらやっていこうかなという感じでやっております。自分の陣地が広がるたびにね、地下と地上部分を増築させていこうかなと思っているので、まあワンパターンな やり方ですけどね、いつも通りの やり方なんですけどね、今回も地下とねタワーマンションみたいな、これからまたジャガイモ畑のところまで自分の領地になるので、その作業はずっと続いていく感じでやっていきます。もうすぐね、でもねストーリーは進めないで、パートでねビルドレベルマックスになるまでやろうかなと思います。あと234なんですけどね、ちょっとそこまでストーリー進めないでやるので、まあドラゴンでもやっつけに行こうかな。本当はパーティー組んだ時にねドラゴンやっつけに行きたいんですけどね、
ストーリー進めちゃおうかな。ここで話が聞けるんだからさ。ムーンペタで会話。アネッサもムーンペタに来ました。ジロームをスパイ。お城のキッチンを作ってほしい。ムンペタで、ムンペタで王様とムンペタ教会を一緒に撮りたいな。ムンペタで話しております。
キャラ表情、キャラ目線。ムンペタで、横は向けない。なんだよ、めんどくせえな。今度はなんだ。魔法の鎧。この小屋も直したいな。復元
帰るか。やっぱハート集めたいよね、ストーリー進めるよりも。あと174なんで、あと46ですよ。あと27。どんぐりがいいでも行きましょう。
型があるから、お城のトイレができます。これ毛皮がないんだ。そうだ、なんか忘れてましたね。
新しいトイレどこだっけな。トイレは新しいトイレを作ろうじゃ。何もないね。こっちが食堂になっております。ここにトイレを作る。中間の部屋が何の部屋でもないんだよな。ここのドアを、壊しちゃえば一つの部屋になるかな。ダイニング。
ないね。もうマックスだからね。じゃあストーリーを進めましょうかね。トゲワナ、うん、ああまた地下と空中の開発が始まる。あ、もうできてんの？あ、まだできてないよ。ウォーハンマー。
ろできることが増えましたね。もうちょっと鋼のインゴットができるまでどんぐりをやりましょう。まだそんなにできてないの。間違えた。
4つしか入ってないかな。あと3つ。あと1個しか入ってないですよ。ああ、レッサーが来た。でもドラゴンメールが、ドラゴンメールよりも弱い剣を持っている人がいるかもしれない。ドラゴンなんとか。ドラゴンキラーか。ドラゴンキラーを取りに来る人が来るかもしれない。あ、バイアンツまだあった。バイアンツ行くかな。あ、ドラゴンメールになった。あれ？ドラゴンメール、これ鉄の剣が。何しに来たんだっけな、俺は。何かをしに来たんですけどね。あ、そうだ。一番下のね、土壌を変えたいんですよね。キノコのところ。ここにね、これもっと地下深くまで掘れるんだよね、本当は。でもちょっとめんどくさいからな、どうしようかなって感じだな。この部屋なんでもない部屋だから、ここにキノコ部屋を移そう。キノコ部屋を
あ、なくなっちゃった。ん？よかった、セーブしとこう。びっくりしたな、もう。キノコは4つ巻いてた。
強いと。ああ参ったな。クソ野郎。何でもないひと言です。この空間がね、部屋にならないようにしなくちゃいけないんです。もう部屋じゃないね。部屋のね、上限が決まって、部屋の数の上限が決まってますからね。無駄な部屋は、あ、でもここはまだ部屋だね。あ、でももう部屋じゃなくなったね。
この下はね、1、どうなんだ、何マスあんのかな、これ。もうないね、そんなにね。12個もいらない、いるかな。まあ作っちゃおうかな。金が全部なくなっちゃうね。また金を回収すればいいんだよ。眺めるのが楽しいね。今みんな朝ごはん食べようとして食堂にいるのかもしれないね。ちょうどここにトイレがあるから、その時間が来るんだったら来るんじゃないかな。1、2、3、4、5、6。7かな。8。8かな。9、10、もうないんじゃないか。もう全部失い、全部なくなっちゃったよ。だけどドラゴンメール持っていっちゃう人もいるかもしれないね。ドラゴンキラーか。ああまだ一つ残ってますね。もうみんな持ってるかな。ドラゴン目、あ、いいやつ。2番目にいいドラゴンキラーを持っていく人もいるかもしれない。まだ作らないといけないってことだね。金がないからもう作れない。もうドラゴンキラーもない。金を取りに行かないと。まだもう持ってない人もいるかもしれないね。金を回収しに行きましょうか。もうすぐ夜、まだ夜は遠いね。金を取りに行きましょう。4人パーティーいると楽だね。鋼の剣持ってくればよかったな。一回帰るか。
の剣。ドラゴンメールと比べると鋼の剣の方がね強いんだね。鋼の剣に思っていく人がいるかもしれない。ドラゴンメール持っている人は鋼の剣の方がいいんだ。でもドラゴンメールよりも弱い剣を持っている人はドラゴンメールを持ってもいい。みんななんか催眠術にかけられたかのように近づいてくる。ガイアの剣をもっと作っていなくちゃいけないってことなんだな。もう鋼の剣はないです。ドラゴンメールがいい人が来るかもしれない。ドラゴンキラーか。なんであの子は行ったり来たりしてんのかな。なんだ君は。君は何をやってんだ。君じゃないの。ドラゴンキラーがね。もういいか。やっぱりね、韓国道の本場の仲間じゃないかなって思うんだよね。
もうそろそろやめようかな今回は。金のインゴットがない。こうも作っちゃおう。みんなが来るのを見るのが好きなんですね。今夜じゃないよね。なくなってる。剥がれの剣欲しい人いるかな。いるかな、こんなに。でも1個以上余らないとさ、みんなつけてんのが確かめんのが難しいっていうかさ。
もうみんなガイアンスを持ってんのかな。もうみんな持ってんのかな。ドラゴンキラーがさ回収されないとさみんな、今ご飯のために行ってるんだ。お昼だね今ね。ドラゴンメイドが5個やってるからもうみんな持ってるってことでいいのかな。一定の時間にならないと取りに来ないのか。ドラゴンメールいくつ作ったか忘れちゃったけど、ドラゴンキラーか。もう全部戻ってきてんのかな。食事が終わればトイレに来るはずだから、その時に持っていく人がいるかもしれないね。もうみんな来ないね。もうみんな剣持ってんだ。そういう理解でよろしいでしょうかね。そしたらねもうやめようかなと思うんだけど、ドラゴンはどうかな。もうまだいないかな。今4人パーティーかな。4人パーティーを組んでいるとしたら戦いたい。最近戦ったばっかりな印象があるから、まだいないかもしれないけど。いないね。
そしたら最後にここを完成させて終わりにしようかな。そしたら畑の収穫も増えると思いますのでね。
まあ、ネギ剥いてるだけなの。泣いてないわ。急に涙がこぼれて止まらないの。幼い日、夕焼け、あの子の言葉よ。たまねぎ剥いてるだけなの。泣いてないわ。あ、これ六沼の水だよ。
辺りがこんなところに。水着着てたね。まあじゃあ今回はここまでにしようかな。じゃあ皆さん、